ベルリン地下鉄の路線図ベルリン地下鉄はドイツの首都ベルリンを走行する地下鉄。1902年2月15日開業。現在、9路線、174駅、総延長は約149キロメートルである。全駅がベルリン市内にある。ベルリン市交通局が運営している。路線名は番号によって表され、例えば、U1 は U ボンリニ1。 すなわち地下鉄1号線を表す。U2 号線の地上区間を走る HK 型車両主要な商業地の一つ、ポツダム広場に位置するポツダム広場駅ベルリンが東西に分断されていた冷戦時代には地下鉄の路線も分断されたり一部の駅が閉鎖されるなどしていた。ドイツの再統一後は路線の再建が進められ現在は元の水準を取り戻している。 なお、ベルリンユーバーンでは、すべての路線が、第三機乗方式により 750V で、直流電化されている。戦前の地下鉄1902年末の時点での、路線ズベルリンに、地下鉄を付設する計画は19世紀末には、存在した。1902年2月にポツダマープラッツ駅、シュトラーラウアー東亜駅駅間で開業し、同年末には、バルシャウアーシュトラーセ駅、 国駅,駅駅間及び、ポツダマープラッツ駅への支線が開通した。当時の開通区間は、現在の U1 号線のバルシャウアーシュトラーセ駅、メッケルンブリュッケ駅、及び U2 号線のポツダマープラッツ駅、エルンストロイタープラッツ駅間にあたる。メッケルンブリュッケ駅、ポツダマープラッツ駅間及び、メッケルンブリュッケ駅、ビューローシュトラーセ駅間の区間は、 その後の路線変更により現在は使われていない。ドイツ初の地下鉄ではあるが、ソー,ローギシャーガルテン駅付近及びポツダマー、プラッツ駅を除き高架線であった。その後、第一次世界大戦前の1913年までに、ソー,ローギシャーガルテン駅から、西方のシュタディオン駅へ、途中から南西のティールプラッツ駅へ、ポツダム広場から市街中心を通り、 北東のシュピッテル・マルクト駅へ順次路線が延長された。第一次大戦後、地域の拡大に伴い、新規地下鉄路線が計画された。市街中心を南北に貫く、この路線は、1930年に電気メーカーのアイグの手で、ゲズントブルンネム駅、アレクサンダー・プラッツ駅、ライネシュトラーセ駅まで開業した。現在は U8 号線の一部となっている。 それまでの路線と企画をことにし、車両が大型化されている。冷戦による東西ベルリンの分断ベルリン市街戦によって、地下鉄も甚大な被害を受けたものの、1950年までに復旧を完了し 69.5km93 駅での営業にこぎつけた。しかし、連合国によるベルリンの分割線量と、 それに続く東西ベルリンの分裂は地下鉄の運行にも影を落とし、境界線上では警笛を鳴らして運行せざるを得なかった。戦後も路線の延伸は続けられ、1953年から1955年にかけて総延長 200km を目指す延伸工事が着手された。 手始めに1958年5月31日までに、信号線は既存のテンペルホーフ駅からゼーシュトラーセ駅までの区間を、アルトイコールテーゲル駅まで延伸した。また西ベルリンの南北を東ベルリンを避けて結ぶ路線として、G 号線が着工された。なお1961年の開業を目前に、ベルリンの壁が建設され、開業が繰り上げられた経緯がある。 壁の構築後は、東西ベルリンを行き交う運行は、完全に停止し、A 号線が東西に分断、一部区間が運休に追い込まれた。ただし C 号線と D 号線については、東ベルリン内での通行が認められ、唯一フリードリヒシュトラーセ駅での未同駅で、接続する S バンドの乗り換えに限って、客扱いを認めることになり、残りの東ベルリン内の駅は、通過扱いとなった。 ベルリンの壁崩壊から復興まで壁崩落後、分断区間を解消する工事が行われ、統一された。また、通貨扱いとなっていた幽霊駅についても営業が再開されている。ベルリン地下鉄の車両ベルリン地下鉄では主に初期の路線で採用された小型車体と、比較的新しい路線で採用された大型車体の2種類の車両がある。詳しくは、 ベルリン地下鉄の車両を参照のこと。ベルリン地下鉄では、ベルリン・ブランデンブルク交通連合の共通料金システムを採用している。そのため地下鉄、S バーン、近郊電車、トラム、バス、フェリーは、追加の発乗運賃なしで乗り換えが可能である。ありがとうございます。